This is time to pay. そうは言うが、お前の予想も常に当たるわけじゃないだろう。主の次こそは儲かるという予想ほどではないがね。おい。お、廃屋に見えたから心配したが、中は割と綺麗だな。ここで雨宿りしよう。これじゃから旅暮らしは嫌なんじゃ。はあ、やれやれ。なんじゃ想像し。ああいや、なんか一瞬冷たいものが。風かよ。主はあちこち間が抜けておるからの。まったくそのせいでこんなボロ屋で雨宿りじゃ。あのな、元はといえば西の町の名物料理をどうしても食べに行きたいとお前がダダをこねるからこっち方面に来たんだぞ。おい。それとこれとは別じゃ。わっちの言うことを聞いておればこうはならなかったんじゃからな。その罰じゃ。それはそうと、ここは何なんじゃ。なやかと思ったが違うようじゃの。それに麦粉の匂いがしんす。まったくもう水車小屋だよ。外に枯れた川の跡があったから使われなくなったんだろうな。それにしても暗い雰囲気じゃ。ホラーなみたいじゃな。そうか、いかにも精霊が出てきそうな雰囲気じゃないか。旅人のおとぎ話では定番だ。深い森の中、雨に打たれてさまよい歩いていると道の先に建物の影が見えるんだ。方法の手で潜り込むと旅人は飢えと疲れで病に倒れてしまう。ありそうな話じゃ。そして高熱にうなされているとふと人の気配を感じる。目を開ければなんと美しい女性ではないか。しかしなぜこんな山奥の打ち捨てられた水車小屋に女性が一人で。旅人が疑問に思いつつ翌日目を覚ますと、という話だ。一度くらいそういう体験をしてみたいものだがな。どうした？うだつの上がらぬどこかの行商人は毎日毎日寂しい辛い孤独じゃと嘆いておった。それがある日、荷馬車の荷台を覗いてみたら、そこにかわいいかわいい狼がおるのを見つけ、一緒に旅をするようになった。そのたわけの行商人はそんな幸運に大喜びしておったと思うんじゃがの。にもかかわらず、そういう体験をしてみたいじゃと。あ、いや、それはわっちゃ、確かに狼じゃ。人とは相入れぬところもあろう。それでもわっちゃ、主との旅で主とは良い関係を築けておったと思いす。それこそ奇跡じゃと思うほどに。ああ、それはわっちだけの勘違いだったのかや。いや、それともちょっと好みの精霊がひょいと現れたら、そっちにホイホイ乗り換えるつもりなのかや。そんなことするわけないだろう。どうかの、主は損得で。動いてばかりの商人じゃ。ついこの間も尻尾の手入れに欠かせぬ香油の購入で文句タラタラじゃったしの。それは結局買ってやっただろう。当たり前じゃ。主が甘えん坊の赤子のごとく、わっちの尻尾が一緒に毛布の中にないと眠れぬとダダをこねるせいで、毛並みがすぐにボサボサになってしまうからじゃ。しかもしょっちゅう寝相の悪さで尻尾を下敷きにしおって。わっちがどれだけ痛いのを我慢しておることか。悪かったよ。何がじゃ。俺にとってお前こそがおとぎ話の幸運の女神だよ。本当かよ。ああ、本当だとも。本当の本当に。本当の本当に。
たわけ。悪かったって。それで何しよう。わっちゃん、尻尾の手入れ用の新しい櫛とブラシが欲しいんじゃがのう。ああ、それなら次の町で。もう主よ、いいじゃろ。俺、尻尾がふわふわになれば毛布の中もあったかくなるし、わっちも嬉しいし、一石二鳥じゃろ。お前、今までの全部演技だったな。うん、そんなことありんせん。ダメだダメだ、バラの香油にいくらかかったと思ってるんだ。確かに不用意な発言をしたことは謝ろう。だがそれとこれとは話が別だ。俺は商人だからな。たわけ。主はそんなに損得が大事かや。大事だよ。だいたい以前に新しい櫛とブラシをねだった時は一生の思い出だと思って大事に使いんすとか言っていたじゃないか。それはそうじゃか。そんな顔してもダメだ、買わないからな。まったく油断も隙もない。ダメだ、ダメだ。たわけ。はいはい、まったくうちの堅牢様にも困ったもんだ。ほら、いい加減機嫌直せよ。何か食べるか。わっちゃ堅牢ホロじゃ、食い物などで釣られはせぬ。それにこれ以上わっちが金を使ったら主から捨てられるかもしれぬからな。この前の町で買った干しぶどう食べていいから。わっちゃ食い物などに釣られぬ。それにどうせほんのちょっとしか食べてはいかんとか言うのじゃろうか。新しい櫛とブラシは予定外の出費だからダメだと言ったんだけど、干しぶどうはお前のために買ったんだから好きなだけ食べればいい。とはいえ食べたらおしまいだ。しばらく甘いものなしの旅が続いても後悔しないようにな。これは良いぶどうじゃな。ばっちゃりんごも好きじゃが、ぶどうも良いの。酒にしてもうまいし、干してもうまい。しかも今回はいくら食べても良いと来ておる。機嫌が治って何よりだが、いっぺんに食べるなって言っても聞かないよな。お前、知ってるか？なんじゃ？その干しぶどうを水につけて一晩置いて、つけた水で麦粉をこねて焼くと、実にうまいパンが焼けるのにな。お前が干しぶどうを全部食べずにいれば、次の町でかまどを借りて作れるかもしれないぞ。いつもわっちを操ろうと企んでばかりじゃな。そんなことはない。単に一度に全部食べた後で後悔してメソメソしている姿が容易に想像できるからだ。たわけ。わっちはそんな子供ではありません。どうした？わっちゃ堅牢ホロじゃ、人の世の仕組みにも通じておる。うん、それで？ここが一体何の建物じゃったか思い出すべきでありんす。わっちゃ水車小屋というところが麦を粉にする場所であることくらい知っておるからの。
今ここで麦を粉にしてパンを焼けばいいんじゃ。とはいえ水車は動いていないみたいだが。少し壊れておるだけやもしれぬ。川の水は枯れてただろう。この雨で戻るやもしれぬ。それにパン窯がないからうまくパンは焼けないと思うがな。平べったい膨らみの足りない硬いパンになってもいいならそれでも構わないな。ね、主はいつもそうやって意地悪を。意地悪じゃないだろう。今少し我慢すれば次の町でうまいものにありつけるってだけだ。次の町で干しぶどうを買えば済む話じゃ。あのな、そもそもが西の方の町に食べたい名物料理があるから節約しても構わないので行こうということだっただろう。持っててくれね。賢明な判断だ。わっちゃ堅牢ホロじゃ。何が賢い判断かくらい分かりんす。はいはい、よく我慢できました。なら貨幣の勉強でもするか。買い物のたびに混乱してるだろう。主が計算すればよいじゃろうが。そんなことだとお使い一つ満足に頼めないんだが。わっちゃよいちの堅牢ホロじゃ。堅牢をこき使うなど主はとんでもないやつじゃな。堅牢なら貨幣の相場くらいすぐ覚えられそうなものだがね。数が多すぎてどうしても頭に入らぬ。うまそうな食い物の話は一度聞いたら絶対に忘れないのにな。たわけ。雷か。なんじゃ怖がりじゃのう。急なことだったから驚いただけだ。そういうことにしておこうかな。それはそうと、ずいぶん雨も強くなっておる。この小屋は大丈夫じゃろうな。柱も梁もしっかりしてる。滅多なことでは崩れないだろう。主が金儲けの話に首を突っ込む時と同じセリフじゃない。お前な。けど多少ボロいとはいえこんな立派な建物が放置されてるのはもったいないよな。そういえば主の夢は店を持つことじゃったの。それならばここを店にしたらどうじゃ。ここ？そうじゃ、ここでのんびり旅人でも相手に飽きないをすればよい。こんな場所で何を売るんだよ。あ、ここは水車小屋じゃろ。ならば麦を粉にしてパンを焼けばよい。さっきの干しぶどうを使ったパンも焼き放題じゃ。パン屋？ここで？これは良い案じゃ。パン屋のあのかぐわしき匂いは本当に素晴らしいからな。焼きたてのパンに囲まれる毎日など想像もできぬ。で、誰がパンをこねて焼くんだ？決まっておる、主がやればよい。あのな、俺は行商人であってパン職人じゃない。問題ありんせん。職人はうるさいこのわっちがおる。わっちの言う通りにパンを焼けばおのずとうまくなるじゃろ。職人うるさいんじゃなくて食い意地が張ってるだけだろう。何か言ったかや？そもそも俺がせっせとパンを焼いてたら誰が店番をするんだ？わっちに決まっておるじゃろう。お前が？このかわいいわっちが店番をするんじゃ。たわけた人のオスどもなどイチコロじゃろう。かわいいうんぬんはともかく、お前に店番なんかできるのか？まったく主はこれじゃから。ま、仕方ありんせ。百聞は一見にしかずじゃ。お客さんかよ。よく来てくれたの。今日のパンは良い出来でありんす。どれも自慢の一品じゃが、これとこれなんか特におすすめじゃ。いきなりかな。そうかい、それじゃあそのパンをもらいたい。主様はお目が高い。
ついでにこっちのパンもどうかや。じゃあそれももらおう。主様は太っ腹じゃな。はい、焼きたての甘いパンじゃ。ぜひまた来てくれれ。どうじゃ主よ、今すぐ町のパン屋で働いても看板娘の名は欲しいままじゃろ。ちょっと待ってくれ、俺はまだ支払いをしてないが。あのパン2つならそうだな、竜と銅貨で5枚くらいが相場だろう。ところで今俺は手持ちにトレニー銀貨しかなくてな、竜と銅貨だと何枚の釣り銭になるかな。竜と銅貨ならば10枚程度の釣りじゃな。おお、きちんと相場通りだな、いい店だ。ああしまった、財布にトリニー銀貨はなかったようだ。代わりにこの銀の粒で支払いたい。それはずるいじゃろ。ずるい、旅人ならば銀や金の地金で支払うものも珍しくない。遠くの国から来た者たちはいちいち両替するのも面倒だしな。ほら、銀の粒の時はどうすればいい。ああ、釣り銭はラドリア地方で通用する銀貨でお願いしたい。もちろん、ラドリア地方で発行された銀貨は銅の成分が多くて、しかも年代によってその成分が全然違う。隅っこが削られていたりもするから、重さにもきちんと注意して。たわけ！なんじゃ、主はそんな意地悪ばかり。意地悪じゃない。店をやるってのはこういうことだ。だから勉強しろって言うんだ。この他にも商品の仕入れやら何やらしないとならない。全ての価格を把握して、売買に用いる通貨を把握してとな。ま、堅牢ならば何でもないことだろうけど。もちろんじゃ、堅牢じゃからの。それは頼もしい。まあ確かに主の言う通り、相場とやらはきちんと把握しなければならぬ。ようやくお前も分かってくれたか。商いは単に売ったり買ったりするだけじゃない、相場というものがあるからな。主らが天秤を持ち歩く理由も分かりんす。じゃがわっちが相場を把握してしまったら主は困らぬかよ。は？別に困らない。むしろお前が自分の無駄遣いが実はどれだけ贅沢なことかを把握してくれたら、俺は助かるというものだ。そうかや。じゃがわっちがわっち自身の相場を把握したとき、果たして主はわっちと釣り合うオスでいられるかの。あ？わっちゃほろ、堅牢ほろじゃ。その知恵は並々ならず、加えてこの可愛さじゃ。尻尾の毛づやも一流のもので、あまたのオスを虜にすることなど造作もありせん。主はせいぜいわっちと釣り合うオスになれるよう頑張るんじゃな。なんだ、さっきはおとぎ話に出てくる精霊に嫉妬していたくせに。まあ、わかったわかった、取り消す取り消すよ。そうじゃろ、主が目利きの商人じゃとしたら、このワッチの価値に気づかぬはずもないからの。はいはい、お前と一緒に旅ができて俺は幸せ者ですよ。そういえばいつの間にか雨の音が消えておるの。本当だ、外も明るくなってるな。通り雨だったのか。ワッチャ、こんなところで野宿は嫌じゃ。さっさと次の町に行って干しぶどうのパンと串にブラシを買ってもらわねばならぬ。そうだな、さっさと次の町に、って串とブラシは買わないからな。主は今しがたの話から何も学んでおらぬのかや。お前がずる賢いってことはよくわかったよ。たわけ。ホロ、なんじゃ。お前との旅が楽しいのは本当だよ。たわけ。わっちもじゃ。
ん？わっちと遊んでほしいのかや？上の階に何かあるのかや？人は大きなものを作るの。
ほうほう、良いものがあるではないか。じっと見つめられておると恥ずかしいではないかや。早く次の町に行きたいな。ネズミでもおったかや。寝ておるのかや。壊れたはしごは物悲しいの。何か探しておるのかや。うん、肩でも揉んでくれるのかや。主はいたず、うん、肩でも揉んでくれるのかや。今じゃのう。わっちゃ堅牢じゃというのに。こんなところ人に見られたくないな。わっちゃ堅牢じゃというのに。別にもっとしてほしくなんかありんせん。何を見ておるのかや。ぬ、主よ、いきなりは驚きんす。わっちゃあかわいいじゃろ。主よ、また来てくれる？
That is the end of the stream. I guess that's the entire name. And I couldn't figure out how to do Mean Hollow and other one. Yeah. You can find this game on Steam if you want to buy it. And it's £17. That's about it. It's 30 minutes to complete. Thanks for watching and goodbye.